平野の仕様、インスタ解説4日後に、フォロワー300万人突破プライベート写真が、可愛すぎる、と反響。平野の仕様、26、元キングプリンスへのメンバーであり、タレントとしても知られている彼のインスタグラムアカウントが、解説からわずか4日で300万人のフォロワーを突破し、多くの祝福コメントが寄せられています。 平野紫仕様は2021年5月22日にジャニーズ事務所を退所しました。そして2023年7月7日には滝沢秀明さんが設立した株式会社トベに所属することを発表し、同時に自身のインスタグラムアカウントを開設したことも報告していました。 驚くべきことに、彼のインスタグラムアカウントは、わずか4日後の11日に300万人のフォロワー数を達成しました。ツイッター上では、岩井平野市用フォロワー300万人というハッシュタグがトレンド入りし、さすがスーパースター。紫輝くん、おめでとうといったコメントが相次いで寄せられました。さらに、10日には平野市用が投稿した写真には、神と出かけていたよう。 海の方を行ってマグロ食べてきた。とキャプションが添えられてより同じく7日に株式会社飛べに所属した神宮寺雄太25とのプライベートショットが公開されていました。この写真には平野紫耀が顔に米粒をつけている愛らしい姿も写っています。この投稿には三宅県44がもうご飯粒つけちゃってとコメントしました。 ファンからも、親友のジンくんと良いリフレッシュできて良かったね。二人仲良しなのも、見ていて最高に幸せ、ほっぺにお米つけているの、かわいすぎる。など神宮寺との2ショット写真や平野のプライベートショットに対してたくさんのコメントが寄せられました。平野仕様のインスタグラムアカウントの成功は、彼の人気と魅力を証明するものとなりました。 彼のファンは彼のプライベートな一面を覗き見ることができ、彼の日常生活に共感し、応援したいという気持ちが高まったのでしょう。平野紫耀はジャニーズ事務所を退所した後、新たなステップを踏み出しました。株式会社トベへの所属やインスタグラムアカウントの解説は、彼の新たなキャリアのスタートを告げるものであり、多くの人々が彼のこれからの活動に期待しています。 平野の仕様のインスタグラムアカウントの成功によって、彼のファンとのコミュニケーションが強化され、より直接的な関係を築く機会が広がりました。これからも彼のインスタグラムを通じて、彼のファンは彼の活動や日常生活に関する最新情報を得ることができるでしょう。平野の仕様のインスタグラムアカウントの成長は、 彼が人気アイドルから幅広いエンターテイメント領域で活躍することを証明しています。彼の才能や魅力は多くの人々に認められ、彼が次にどのようなプロジェクトに挑戦するのか、ますます注目が集まっています。平野紫耀のインスタグラムアカウントは、彼のファンとのつながりを強め、彼の魅力を広く世界に発信するための重要なツールとなっています。 今後も彼の魅力的なコンテンツやプライベートな一面に期待が高まり、彼のフォロワー数はさらに増えることでしょう。平野仕様のインスタグラムアカウントの成功は、彼のファンや関係者にとって喜ばしい出来事です。彼の新たなステージでの活躍を心待ちにし、彼のこれからの成長と成功を応援しています。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。